圧送式サイクルの模式図。加圧された燃料タンクから燃料及び酸化剤を供給するためターボポンプを必要としない。圧送式サイクル、またはガス押し式サイクルとはロケットエンジンの動作方式の一つである。推進剤タンクに別系統の高圧ガスを供給し、そのガス圧力で燃料と酸化剤を燃焼室に押し出す仕組みである。最も単純で、 低コストな熱液推進系ロケットエンジンの形式である。圧走用の高圧ガスには通常ヘリウムが用いられる。この方式の利点はターボポンプのような複雑なシステムを要さず信頼性が高いことである。ハイパーゴリック推進剤を使用すれば点火は推進剤の供給弁の開閉のみでよく再着火も容易である。友人を含む宇宙船や人工衛星。 惑星探査機の推進や軌道制御システムに対応される。短所課題としては、圧送ガスの高圧化が難しい点である。逆流を抑えるため燃焼室の燃焼圧力よりも、圧送ガスと推進剤の供給圧力の方が高く設計される。しかし、圧送ガスや推進剤のタンクの重量を抑えるため、タンクの耐圧性も制限される。合わせて、 燃焼圧力が低いと、エンジンの効率も落ち、積載量も抑えられる。そのため、圧走式サイクルは多段式ロケットの上段に使用される場合が多い。ロケットの1段目には、他の固体燃料ロケットやポンプ供給式、液体燃料、ロケットエンジンが使用されるが、上段では、工房張費のノズルの使用が望ましいからである。 また本システムによる長時間のエンジン燃焼時には、加圧ガスの断熱膨張による過度な冷却への注意が必要である。推進剤の凍結、供給圧力の低下、配管や部材に悪影響を与える可能性がある。商用ロケットの例としては、ファルコン1の上段エンジン、ケストレルがある。また、スペースシャトルのオムズ、RCS、その他の姿勢制御エンジンのような、 水力や非水力は多少小さくとも良いが確実な動作が求められるロケットエンジンに用いられる。アポロ月着陸船では月着陸船用加工エンジン、月着陸船用上昇エンジンに用いられた。両エンジンの圧走ヘリウムは極低温の超臨界状態で船内に貯蔵され、熱交換器を介して燃焼室の熱で温められた。 1960年代に構想されたビッグダムブースター用のシードラゴンのコンセプト段階ながら圧走式サイクルのエンジンが組み込まれていた。ありがとうございます。